死にたくなけりゃ言うことを聞け。そいつをつけてな。あなたは機動兵団のレオカディオだ。光にさらされた者だけが光を撃てる。お前たちはもう覚醒者だ。俺に続け。エメライン様、エメライン様がどういうことだ。どうだっていう。光に取り込まれたあの女は今もう人間じゃない。まさか戦えと。放っておけば甚大な被害が出る。覚悟を決めろ。この力で。よし。死ね。すまない。こいつはのんびりできないな。これで終わりだ。ダーリア。この光は私の後ろに守り抜く。ダーリア、私はどうしたら、どうしたらあなたを。準備はよろしいですか。ご武運を。はじめまして。帝国最高。君のことを全力で。では武器を得るにはジェムは通。今回は私が払っておく。では実際にやってみ。いいだろう。私の研究成果を見せてやるぞ。いい結果が出たようだな。次は実際に身につけるぞ。君に最適な装備を教えよう。何？うん、完璧だ。まあもう少しをセイリーのところに戻ってく。それでは幸運を。
お疲れ様です。早速ですが、任務現在、我々機あなたにも詳しくは後ほど。機動車両。テステス、聞こえますか？テステス、通信状態を確認中。通信、問題ありませんね。では早速、あなたへの任務。ちょっとちょっと、どいてー。どうしました？あーちゃー。あーし、ま、ごめんセイディ。っていうか、あなたは大丈夫でした？どっか怪我してない？怪我がなくて何よりで、調査任務すい、そこにいるパーってことは、私はパーシー。パーシーパーシーさんは必須かし、情報士、それに機動になれ、任務になそれでは話し相手。何か機動は今でも、こういうのかな。でもな、何か私について知りたい。光が落ちて、それで、でもだから、そろそろクビになる。ともかく、とりあえず今日のご飯の。現地に到着し、今回の任務は光のしもべとの戦闘が予想されます。気をつけてください。再確認しましょう。落ち着いて。よし。うんうん。あれ、このでってことは、まあ、私は後輩くん。構えろ。と、道を開けろ。よくやった。行くか。とっ、おお、下がってる。これを使って。はっ、勝ち時を上げろ。気をつけて。おっしゃ、やるか。やれやれです。道を開けろ。はっ、暗い、どけ。はっはっ、よくやった。おお、新人、あとはそいつ。レオカディオ、あとは頼む。何帰ろうとしてる。よし、面倒だが。構えろ。上がってる。くらえ、決めるぞ。諦めるな。どうぞ。どうです。やった。よし、そっちの二人。本当っす。ウッシー？ウッシー。腹が減っては二人も食ってけ。話って、こう。ああ、調査だが、どうにも1週間。被害状況の情報がなければ。だからって、は、こ
後輩俺について知り、もちろんだ、俺はそういうところ。了解っす。っていうか、そうだな、ファウスト先生の繰り返し繰り返し、その度ご先祖俺たちも同じようにこんだけ。そっか。でもこうやってどうにかでそんな気になってくるから不思議だよな。あ、いずれにせよ、だからうまいもの食って、何でもいいから、たとえここが俺らが生きてくれる。それじゃ